今年のケーキ美味しかった。クリームふわふわでイチゴも大きくって。だな、そりゃあアコも口いっぱいに頬張るわけだ。ふふふ、甘美なる力は闇の魔法に不可欠なのだ。それじゃあお姉ちゃん、そろそろ。お、お楽しみのあれだな。うん、プレゼント交換タイム。あこ、今回のは自信あるよ。そりゃ楽しみだ。でも、私だっていいの選んだぞ。それじゃあ、ほら、メリークリスマス、あこ。せっかくだし、せーので開けない？おお、いいなそれ。じゃあ行くぞ、せーの。ん、あれ、これって お姉ちゃんもチューニングキーにしたの？なんだアコモか。まさか同じものを選ぶなんてな。十字架で魔法のアイテムっぽい。ありがとう。気に入ってくれてよかったよ。チューニングキーって意外と店にも種類なくてさ。そうだよね、アコもいっぱい探したからすっごいわかるよ。そうだったのか、ありがとな。アコのくれたやつもめちゃくちゃ気に入ったよ。全部が赤色になってるのって結構珍しいよな。なんかこう、燃えてるって感じだ。でしょでしょ、これ見つけた時、絶対お姉ちゃんに似合うって思ったんだ。なんかこれなら、アクセサリーにもなりそうじゃない？確かに、カバンとかにつけても良さそうだな。イヒヒ、喜んでもらえてよかった。けど、なんでお姉ちゃんはプレゼント、チューニングキーにしようって思ったの？話を聞いたからかな。ひな先輩と一緒に弾く曲をってさ。あれめちゃくちゃいいなって思ったんだよ。特別感もあるし、同じギタリストだし。でもさ、ドラムで考えてみたら一緒に演奏とかは難しいよなって。だったらせめてアコのドラムのためになるものにしようって思ったんだ。アコ、どうした？あ、すごいお姉ちゃん。アコもね、同じこと考えてたの。サヨさんみたいなプレゼントにしたいって。本当か？こんなことってあるんだな。だよね、アコもびっくり。あ、そうだ、いいこと思いついた。お互いのチューニングキー交換しようよ。アコが赤いので、お姉ちゃんが十字架の。別にいいけど、アコはいいのか？それ気に入ってたみたいだけど。いいの。だってそうしたらアコたちも一緒にドラムできてる感じがするもん。なるほど、いいこと言うなアコ。じゃあこれで私はアコのパワーをもらえるってわけだ。ふふふ、聖なる夜に大魔気アコは赤き力を得た。ありがとねお姉ちゃん。アコ、すっごい嬉しい。こっちこそ、ありがとな、アコ。ここの飾りはしまったから、次は…アナモールか。お、マリナさん、こんにちは。こんにちは、トモエちゃん。なんだか忙しそうだね。そうなんですよ、商店街のクリスマス飾りをみんなで片付けてるんです。こうしてみるとクリスマスって一瞬ですよね。楽しみにしてた分、過ぎるのも早いっていうか。確かにそうだね、うちもクリスマス飾り片付けなきゃ。あ、そういえば二人ともあれは見ました？
ちょっと行ったとこにあるでっかいツリーなんですけど。あ、まだ見てない。今年も出てたのにすっかり忘れちゃってたよ。あれももうすぐ片付けられちゃうんで、よかったらぜひ。なんていうか、この辺のクリスマスはあのツリーがちょっとしたシンボルになってるから、一度は見ないとクリスマスした気にならないんですよね。うんうん。あのツリーいつ頃から出たんだっけ？いつだったかな。私やアコが小さい頃にはもうありましたね。家族で見に行って、そしたらアコが雪の結晶のオーナメントが欲しいってだだこねて。しょうがないんで、家に帰ってから私が折り紙でそれっぽいのを作ったりしました。その頃から智恵ちゃんはいいお姉ちゃんだったんだね。そうなんですかね。まあ次のクリスマスはアコと二人でツリーを見に行くのもいいかもな、なんてちょっと気が早いですかね。